まあ、2000円3000円とありますけども、しがない張り方しておりましたが、相撲取りは琴若だったかな。琴若ドカンと張るんですね。で、大井競馬場に行きますと、この間引退しました大関だった誰だっけ、あの琴光、違う、琴光がクビになってあの前に引退した千代大会何べん見たか。千代大会はね、あのふんどしがすぎに連れてね、5、6人ぐらいであの来るんですよ、浴衣着て。そして大井競馬場のパドックの下でね、陣取ってね、わーっとこう、わーっと入れながらね、可愛い女の子もちょっとこう入れながらね、羨ましいなと思いながら、彼も多分、今ちょっと問題になってますけど、当然暴力団とのつながりもあるでしょうね。そんなも当たり前ですよ。それでまあ川崎競馬場なんですが、川崎競馬場の歌を作って、アルバムを出したという、日本競馬競争局、そのアルバムを出しましたら、サンスポー、サンケイスポーツですね、サンケイスポーツで、こんなに外れちゃダメかしらというコラムをやってました。まあ今もやってるのかな、小説家の高橋源一郎君が僕らの知らんうちにその競馬競争局の記事を5週間書き続けたと、ね、ありがたい話ですよ。僕は知らなかったんですよ。そしたら東京の知り合いからサンスポで高橋源一郎が書いてると。で、僕と高橋君はすぐ中野峠に行きまして、中野峠の物産館でそこら中にあるもんをこの物産ですね、買いまくって車に詰め込んで、で高橋源一郎さんが住んでおられる鎌倉まで行ったんですよ。車を飛ばしたんですよ。お礼を一言言いたいと。それで場所を指定されまして、鎌倉でここで会いたいと。まあ、相手は小説家先生、僕と高橋君と高橋源一郎を待ちまして、でそこで源一郎さんもタクシーで現れました。酒を飲んだんですが、そのなんと魚のまずいこと、こんな魚を小説家に食わしていいのかと思ったんですが、それぐらいやはり日本海側の魚と太平洋側はかなりな差がありました。まあそんなこともありまして、あと一曲、実は僕は太平洋側、まあ、川崎にいますから横浜にもよく行きます。で、僕の家は伊豆の稲取というところに家族が住んでおりますが、僕は常にあの家族と一緒に過ごすということをから離れておりまして、まあ、一人で小松にいるわけで、嫁さんと子供は伊豆の方にいますけど、よくあの清少バイパス、それからね魚釣りによく城ヶ島行ったんですよ。なかなかいいところで、まあ、向こうに行って30年以上経ちますから、そろそろ小松のもんでもその辺の歌を歌ってもいいんじゃないかと、いうので一曲作りました。それが城ヶ島大橋ブルースという曲です。ちょっと聴いてください。
越してゆく後ろ姿、戯れに打ち寄せる波と遊んでる、よろめく君の体が触れる手を握る、なぜかおどける夕暮れの中で、あもしも大橋ルーム、歌詞いただきました。